皆さんおはようございます。モダンタイムス店長のヒロです。今日ですね、今日22日はですね、この後フラットさんのですね、無観客配信ライブっていうのがあります。お昼からですね、12時半スタートで、明日23日は夜、大徳の無観客配信ライブ、ゲストに白田翔吾さんがですね、来てくださるということなのでね、こちらも楽しみなんですけれども、いよいよね、その彼らもすごくたくさんね、ここでライブをやってくれましたけども、このコロナ中ですね、無観客での配信ライブっていうのもそろそろ終わりに近づいてきました。本当にありがたかったです。2ヶ月間ほとんどこの2組と、まああと、ハイフノカチームね、原田博之さん、そして山下純一さんね、あとブルースバンドね、あと富田翔吾くんも4月にやってくれて、うん、でも本当に大半がね、こうフラットさんと大徳くんとがですね、このまあとにかくライブハウスを支援しようということで、まあその音楽を絶やさないという、うん、ことでやってくれてね、本当にありがたかったなと思ってます。たとえ無観客であっても、音楽を月にね、何回かだけでもやるだけで、やっぱりモダンタイムスはモダンタイムスであり続けることができましたし、音楽の素晴らしさみたいなのをね、その都度感じさせていただいてきましたね。でおかげでね、これは何回もこういう話してますけどね、今までつながってなかったそのファンの皆さんともですね、本当につながれるようになってありがたかったなと思ってます。で思ったのはね、発信し続けることの大切さみたいな、まあこれ私も YouTube でこうやってね、お話しさせていただいてますけど、コロナ中であってもね、こう毎日こうやって喋ってると、誰かが見てくださっていて、ヒロさんって今どういう状況なんかなみたいなねまあ YouTube 見てるから元気やとは思ってたけどみたいな感じで皆さんによく言われるんですけどね、うん、こうやって発信し続けていること、まあこれはまあ私は本当にあれなんですけど、ミュージシャンの皆さんがね、無観客であってもで発信し続けてくれたのでね、気がついたら私もね、ずっとフラット大徳フラット大徳っていうのをなんか見てきたので、曲も覚えますし、でいつの間にかこう何回も聞いてると、やっぱり染みてくるっていうか、自分の中にこう旬でくるみたいな感じ、なんかやっぱり曲やなって思うようにどんどんなってくるっていうかね、うん。で気がついたらね、行き帰り自転車乗りながら歌ってたみたいなね、あ気がついたらフラットさん歌ってたみたいな、そういうことがよくあるんですけどね。だからそうやってね、こう発信し続けることってすごい大事だなというふうに思いますね。でどんな形であっても、そのまあやっぱりミュージシャンなんで、ミュージシャンの皆さんはこうライブでね、動画っていうのが一番もちろん、まあ、伝わるっていうかね、ことなんだろうなと思いますけれども、まあね、ツイキャスで話なんかね、なんか飲みキャスとかもやってはりますしね、なんかそういうことで本人の人となりが分かるようなことを発信し続けたりとか、まあブログを書いたりとか、ツイッターでそのまあ動画のツイキャスの方じゃなくてツイッターの方で文章ですねっていうのが、何か文章っていうか、まあ一言
考えてることとかね、発信したり、そういうのをひっくるめてですけど、なんかこう世に出し続けるっていうかね、こう放ち続けるみたいな、こうね、なんかそれってすごい大事だなっていうふうに今回感じましたね。私たちのお仕事っていうかね、うん、お店もそうですし、ミュージシャンもそうですしね、なんかこうファンの人たち、お客さんの皆さんにね、こう心の中にどんだけ登場するかっていうか、何回、一日に何回とか、まあ一日に一回もなかったら何日に一回とか、わかんないけど、やっぱり登場する回数によって、なんかその愛着であったりとか、まあ愛情であったりっていうのが深まっていくんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからこう、まあね、YouTube に、私の YouTube に関しては、その、まだまだね、チャンネル登録も1000人にも満たない、この本当にその、なんていうんですか、YouTuber っていう人らからするとね、すごく狭いコミュニティかもしれないんですけど、私はそれにすごく価値を感じていて、私のことを知らない方とか、モダンタイムスを知らない方に何万人見てもらいたいなとか、何十万人、ね、登録者数、チャンネル登録してほしいな、ね、なんか、っていうよりは多分すごく身近な、身近なあなたのために私は喋っていてまあね、ヒロさんまた泣いてるわとか、ヒロさんまた笑ってるわとか、ヒロさんまた怒ってるわみたいなことが、こうすごく身近な人たちにちゃんと伝わっていけばいいなというふうに思って、この YouTube をさせていただいているんですね。で、今何を思っているか、で、モダンタイムスがどこへ向かおうとしているのか、これから先、まあいろいろね、本当コロナでお店によってね、本当方針がまちまちですよね。で、無観客の配信の方にボーンってもう振り切るお店もあるし、ランチ営業を始めるところもあるし、まあそれはもう場所とかにもよりますよね。で、その店のね、まあコンセプトによってね、で、ほとんど毎日ぐらい配信ライブやっておられるお店もあるし、その中でモダンタイムスはどの線をこうね、こうどの線を選ぶのかっていうので、まあそういうことをね、皆さんにちゃんとお伝えし、こっちに行くんですよ、モダンタイムスこちらへ、こちらへ向かいますみたいな、モダンタイムスこちらですみたいなのをこう皆さんに知ってもらえたらなぁと思って喋らせてもらってます。まあまあ、ちなみに言うとね、最近はよく今日は何人でしたみたいなことやってますけど、まあレストラン営業ね、レストラン営業っていうより居酒屋営業って言った方がいいと思います。どう思います？一応ね、考えてたのはレストラン営業笑われるんですよね。なんかバー営業って言っちゃうと、ご飯食べじゃなくてお酒飲みだけの人、おつまみ、バーって言うとイメージがおつまみミックスナッツとかチーズとか出てきて、でお酒飲むよみたいなイメージになっちゃうなと思うので、ご飯も食べてねという意味でレストラン営業にしたんですけど、レストラン営業って言っちゃうとオムライスとかだけね、まあレストランとしてだけで、飲みのイメージっていうか、お酒飲むイメージがなかったりするのかなと思ったりして、ダイニングバー営業って言ったら長いしとか思って、何か居酒屋営業の方がいいですかね、どう思います？どうでもいいですか、そんな。なんかこう、ご飯食べにももちろん来ていただきたいし、お酒飲みにも来ていただきたいし、こうサラリーマンの皆さんがね、今日仕事終わって、じゃあみんな飲みに行こうぜみたいになった時に、ちょっとモダンタイムス行くよみたいになってくれたらいいなと思って。で、ちょっとモダンタイムス行くってなって、そこで、まあ、ほとんどね、チャージ、まあ、月出しのチャージ300円ぐらいで、良い音楽っていうのがね、こう、見れたりしたら、まあ、BGM 演奏にしろ、こう、ね、
アイリッシュだったりソロギターだったりにしろね、でそういう音楽と出会ってもらえたらねいいなと思って、でそこでおいいよってなって、あの私のこう構想ね妄想、あのでワンマンライブとかその人たちの CD が売れたりとか、なんかそういうことにつながっていけばいいなと思ってるんですよね。だからまずは今日ご飯食べに行こうぜみたいな時、あじゃあもう何食べしくってなってくれるのが私の理想ですはい、うん、なのでね、なんかモダンタイムスが選んでる道っていうのが多分またライブハウスの業界からするとまたわけわからんこと言い出したぞあいつみたいなことをやってるのかもしれないんですけど、世の中がみんなこう配信の方に振り切ろうとし、ライブハウスが配信の方に振り切ろうとしてる中に私は生で行きますみたいな生で行きますみたいな、まあ、生でライブやりながら配信ももちろん並行してやっていくつもりなんですけど、配信の方は私のイメージはあくまでこれから先ね、なんかそのサブというかメインは生でこうたとえ半分の人数であれ生で見てもらうっていうのがメインにメインで、それで例えばキャパが半分になってるのでその半分ね減っている分、半分それ以上入れられないという分をちょっとでも配信で補ったりとか、基本生でご飯食べに来てもらったり、飲みに来てもらったりする人たちのまあちょっとこう、モダンタイムスを知るきっかけというか、あこんな店あるんやっていうのをその配信を見てねこう知っていただくというか、なんかそういうことにつながればいいなという感じでその配信という位置づけをしていこうかなと。であくまでもやっぱりご飯食べに来てもらったり、お店の方にね足を向けてもらうっていうことに、まあ注力していこうかなっていうのがモダンタイムスのこれからの、あの方針でございます。こちらへ向かいますっていう方針でございます。なのでねというような話をしてみたりね、だからそのそれででも伝えなかったらお客さんの中に意識が生まれないじゃないですか。あモダンタイムスレストラン営業するんだな、居酒屋営業するんだなってなって、あじゃあ飲みに行こうとか、あじゃあ今日ご飯食べに行こうって皆さんの中でねパッと思ってもらえるためにこの発信っていうのをしているので、だからすごく身近な人たちがこうね、酒屋さんとかもね見てくださってるみたいで、見てはりますか、酒屋さんなんかもなんかこう見てますよってってね、あ本物やみたいなこと言ってくれはって嬉しいと思ってね、なのでそういう身近な人たちがモダンタイムス元気で頑張ってますよっていうのをね、まあまあ確認してもらうための生存確認それはちょっと違うね、なんかのための発信であればいいなと思ってますので、すごく身近な人たちがね見てくださってることに本当に感謝しております。うん、まあともあれですね、何かの形で何らかの形でこう私たちは発信し続けないとこういけないんだなっていうのことをすごくこうフラットさんと大徳くんにはですね教えていただいたなというふうに思っています。うんね、でなんかまあ世の中捨てたもんじゃないなというか、うん、なんかまあそれはね山下純一さんにしろ原田さんにしろね、ハイヒュノカ富田翔吾くん、まあ、ここでやってくれた人たちみんなね、まあもちろんね京都じゃないからなかなかやりたくてもできなかったっていうこともいっぱいあると思うので、もちろん皆さんの心の中にねその応援の気持ちがあっていただいているのはよく感じているんですけど、まあそれを代表してここでね無観客の配信をやり続けてくれた皆さんにですね、そしてそのミュージシャンたちを本当にね自分たちも大変な中
いっぱいお茶爆とかして、ね、応援してくれた皆さんにね、本当に心から感謝します。これからまだまだね、大変な日々というかは続くんだと思いますけど、なんか私は大丈夫だなっていうふうに思ってますので、もっともっとね、結果めっちゃいい店だったなって言っていただけるようにね、頑張っていきたいと思います。ということで、明日もまた見てください。今日はこの辺で、おいてよもだんたむ船長のひろでした。チェッ。